小笠原姫水なぎ鳥とは、水なぎ鳥目、水なぎ鳥か灰色水なぎ鳥族に分類される、鳥類。学名は、ハワイのホノルルにあるバーニスピービショップ博物館の下、管理責任者で、1920年代から1950年代にかけて、ハワイの生物の調査研究を行った、エドウィン・ホレス・ブライアン・ジュニアの名前にちなんでいる。発見当初日本語では、 ブライアンズシア・ウォーターという英名の金表記で故障されていたが、ミッドウェー干渉に続き、小笠原諸島でも発見されたことから、和名では小笠原姫水なぎ鳥と呼ばれるようになった。模式産地はサンド島。小笠原諸島での繁殖が確認されている。ミッドウェー諸島で2例の確認例があるが名義をした答えだったと考えられている。水なぎ鳥かを含めて、 一般的に海鳥は離島にある巣に夜だけ戻るという生活をする種が多いが、小笠原姫水泣き鳥の巣が主にどこにあるのかは分かっていない。種や個体によっては新たな餌場を求めて元あった巣から遠く離れた場所に新たな巣を作ることもしばしばあり、ハワイから遠く離れた太平洋上のどこかの島で巣を作っている可能性がある。 ミッドウェー諸島や小笠原諸島で発見されたことを考えると、ミッドウェー諸島と同程度の緯度の太平洋やインド洋のどこかに餌場がある可能性もある。また、DNA 型がケアプベルデヒメミズナギドリに近いことを考えると、ケアプベルデヒメミズナギドリが主に生息するカーボベルデ諸島やバミューダ諸島のような亜熱帯や、 熱帯気候により適しているという見方もできるし、ケアプベルでヒメミズナギドリに比べて体が小さいことを考えると、アナン極に住むヒメミズナギドリや北、大西洋に住むバローロシアウォーターのように海水温度が低い海域に適応しているという可能性も考えられる。繁殖は日本や他の太平洋上の島で行い、ハワイ諸島には一時的に止まっていたに過ぎない。 可能性も考えられる。ミッドウェイ干渉よりも小笠原諸島においてより多くの個体が発見されたことを踏まえ、主な生息域は小笠原諸島である可能性が指摘されていたが、2015年2月に小笠原諸島父島列島の無人島、東島において初の映像が確認された。全長27から3 0トル、浴長17から1 8トル。 翼海蝶55から60センチメートル。族内では小型だが、お葉の比率は大きい。体上面やおばき部の下面を覆う羽毛は黒い。体下面は白く、頭部下面の白色部は目上部まで達する。くちばしや甲子は青灰色。確認されている水なぎ鳥族の中では最も体が小さい。尾は近縁種より長く、全体的に黒みが強い。背の部分が、 より黒く、羽の方に行くに従って、茶色がかっている。くちばしは青がかった灰色をしていて、足は青色で、腹部は白色である。頭部は、目の部分を境に上部が黒く、下部は白い。ミッドウェイ干渉1963年、ハワイ諸島北西にある、ミッドウェイ干渉のサンド島にあった白原水な鳥の巣の中で、水な鳥かとおぼしきオスの小さな鳥が発見された。 発見当初、この個体は、主に阿南極の海域に生息するヒメミズナギドリと考えられていた。しかし、鳥類学者のピーター・パイルが、ワシントン DC にある、アメリカ国立自然史博物館に保管されていた、標本を再度調査したところ、ヒメミズナギドリにしては、尾が黒くて長い上、体が小さすぎることが判明。スミソニアン保全生物学協会のアンドリーナ・ウェルチと、 ロブフライシャーが DNA 型鑑定を行った結果、この種はおよそ200万年前に他の水なぎ鳥科の鳥類から種分化した種でケアップベルデヒメミズナギ鳥に近い新種の鳥類であったことが分かり、2011年に新種として認定された。鳥類の新種が発見される場合、多くは南米や東南アジアの熱帯雨林で発見されることが多く、このように アメリカ合衆国で鳥類の新種が発見されることは稀である。上から弟島、新島、父島日本では2014年現在は1997年に母島、2005年に父島、2006年に父島列島の無人島で3羽、2011年島列島の無人島で406羽の種不明の水なぎ鳥類が確認されていた。このうち父島で発見された。 個体以外は、死骸で、父島で保護された個体も衰弱して折り後に死亡した。このうち2005年に、父島で発見された個体のみが生存したまま、捕獲され、小笠原自然文化研究所で保護されたが、後に死亡した。捕獲当時この個体は姫水なぎ鳥である。可能性が高いと目されていたものの、青い足、目の上までの白さ、寝るときに足を、羽毛の中にしまい込むなど、 小笠原諸島に生息する水なぎ鳥とは異なる特徴が確認されたため、しばらく種の特定ができずにいた。6話の標本のミトコンドリア DNA の分子解析から6話すべてが本種であると判明した。その結果、この6個体すべての DNA 型がミッドウェー諸島で発見された個体と一致することが2012年に分かった。 小笠原で小笠原姫水泣き鳥が発見されたのは、これまで12月から5月の間であったが、小笠原諸島周辺海域は、冬の間荒れることが多く研究者の渡航が困難で、あるため、このことにより発見が遅れた可能性がある。P- ボイディとは、シトクロム B の系統解析では、遺伝的距離が5.2%と大きく、P、アシメリスグループの中では禁煙ではない。 死骸の発見例から小笠原すすきからなる草地や、タコの木などからなる低木林、岩の隙間のような、開けた環境で繁殖すると考えられている。2015年2月に、森林総合研究所と NPO 法人小笠原、自然文化研究所の共同研究により、父島列島の東島で10羽の鳴き声が確認され、うち4羽を捕獲された。巣び放卵中の個体も発見され、 巣は、小笠原すすきの草地とタコの木の低木林の混在する場所で確認されている。小笠原諸島では12の5月に発見されたことから、冬季に繁殖すると考えられている。2015年3月、独立行政法人森林総合研究所を中心とした研究チームは、同年2月25日から26日にかけて行われた調査で、小笠原諸島父島付近の無人島、 当時まで小笠原姫水なぎ鳥10羽を発見したと発表した。さらに付近を調査し、草地に掘られた巣と巣の中で卵も発見した。自然状態で生息する姿や栄装地の確認は初めてのこととなり、研究チームは個体数や生態の解明を急ぎ、絶滅回避につなげたい考えである。現在のところ小笠原姫水なぎ鳥に関する情報は乏しい。 ミッドウェー諸島周辺では海鳥調査が大々的に行われてきたため、この海域周辺に大規模な小笠原姫水なぎ鳥の個体群があれば1990年代以前にもミッドウェー諸島で発見されていたはずである。よってミッドウェー諸島の個体が新種であることが発見された当時はすでに絶滅している可能性も考えられた。小笠原諸島で発見されたことにより、 森林総合研究所は、小笠原姫水鳴き鳥が2012年現在、生存しているとしたが、依然として、個体数は極めて少ない状況であるという。種の保存のためには主な餌場をできるだけ早く発見し、ネズミなどのような外来の哺乳類から餌場や巣を保護することが必要である。2006年に、父島列島の無人島で発見されたサンバの死骸は、 クマネズミによって捕食されていた。新種であることを発見したパイル、ウェルチ、フライシャーの3人は、ミッドウェー諸島の標本が新種であることを発見したことを発表した論文の中で、90年代以降から当時まで目撃例がなかったことに鑑み、小笠原姫水なぎ鳥を絶滅危惧種に指定すべきであると主張していたが、 小笠原に生存していることを発表した森林総合研究所もまた生存確認の発表とともにレッドリストへの登録と積極的保護対策の必要性を主張した人為的に入されたネズミによる捕食よって生息数が減少していると考えられ人為的に入されたギンネムやジュズさんを特モクマオなどによる食性の変化や有人島に不時着した場合には猫による捕食も 懸念されている。小笠原諸島の無人島は、小笠原国立公園に指定されたり、林野町の保護地域として、一般人の立ち入りが制限されている。ネズミヤギネコギンネムなどの外来種の駆除、排除が進められている。有人島では不時着の原因として、明かりに寄せられて可能性が指摘されており不自着することで猫による捕食や、交通事故の可能性が高くなるため、 小笠原諸島では光が拡散しない街灯の設置が進められている。絶滅危惧痍類1963年発見当時についてナショナルジオグラフィック日本語公式サイトに掲載されているニュースには当時から新種の可能性が高いと目されていたと記述されているがこのニュースの翻訳元である英語で書かれたニュースには1963年 当時どのような種と考えられていたのかについて言及がない。また、バーニス・ピー・ビショップ博物館公式サイト、サイエンティフィック・アメリカン公式サイト、モンガベイ公式サイト、発見者の一人のピーター・パイルが所属している、アメリカ鳥類生態学会公式サイト、さらにファイルらがザ・コンドル氏に寄稿した論文には、1963年当時、ヒメミズ・ナギドリと考えられていたと書かれている。 アメリカ合衆国で新種の鳥類が発見、命名されたのは1974年にハワイのマウイ島でカオグロハワイ密イが発見されて以来37年ぶりのことであった。出典における略記を太字で示した。ありがとうございます。